さんこんばんは、やっちと申します。今日はサリーフェイス2日連続になりますが、続きをやってまいりたいと思います。前回はね、また地下へ行くところでした。2時間後、ラリー、全部普通だね。まあ少なくともエディソンアパートにとっては。あの鳩さ、光ってた鳥かご、それからキーはどうなんだよ。あれはおかしかったね。まだモヤモヤすんな。なんか嫌なことが起きる気がするぜ。何なのか、いつ来んのかとかわかんねえけど、そんな気がする。そうかもね。トットが家に帰ったら聞いてみるよ。今夜トットの機会を待ってまた来よう。わかった。あいついつ授業終わんだ？もうそろそろ終わってると思うんだけど。けど、僕はアッシュと会う約束があるんだよ。覚えてる？ああ、そうだったな。あいつも連れてきなよ。今、超常現象については手加減してあげてよね。そうだな。前の時はうまくいかなかったしな。けどさ、もう一年前のことだぜ。毎年進むのが早くなってるぜ。ほんとそうだね。それと明日の夜のご飯一緒に食べるって忘れないでよね。ああ、もちろん忘れてねえぜ。お前とアッシュの間で1000回くらいやりとりしてたもんな。やあ、アシュリー。ああ、アシュリーがまた美人さんになっとる。猿、ほほ、ハグした。会えて嬉しいわ。本当に会いたかったのよ。うん、アッシュ、僕も会いたかったよ。髪切ったんだね。似合ってるじゃん。ありがとう。バイクに乗るのに都合がよくって。サリー、あなたも髪型変えたのね。あ、そうだね。イケてるじゃない。まあ、ツインテも良かったけどね。ふふ。おー。おい、いいのか、お腹なんて触っちゃって。一緒に最後に行ったっきり、湖なんて行ってなかったよ。何？久しぶりに湖に行くよ。そうね、そこいいわよね。平和だわ。すごい、なんかもう恋人みたいだね。アッシュとベンは元気？ベンってなんだろうね。ええ、元気よ。あれは一体何だったの？バカな兄弟喧嘩よ。あいつがおばあちゃんの葬式で私が泣かないから冷たいやつだって。あ、ベンは兄弟なんだね。あいつ私が全く泣かないからって人間じゃないとか言い始めて、全く声で愛で、そうしたらね、大事になっちゃったのよ。まるで私がおばあちゃんのこと全然悲しくないみたいに。まあとにかく今は仲直りして元気にやってるわ。そうなんだね。確かにそういえば、アッシュが泣いてるところって見たことないかもしれないね。ふん、まあ私は冷酷なモンスターだからね。ぐるるるる、あっ、お茶目。アッシュ、君は気をつけた方がいいよ。僕たちはこの辺で君みたいなモンスターをやっつけてるから。いいえ、気をつけるのはサリー、あなたよ。このモンスターはあなたの手には負えないわよ。これは宣戦布告だね。今朝ちゃんとママにお別れ言ってきた。サリーフェイスは元気だったの？うん、元気にしてたよ。それはよかった。けど本当じゃないでしょ。まあ大体はいいんだけど、ただよくわかんないんだ。僕のことで君に迷惑かけたくないっていうか。サル、私たちは親友よ。だからここにいるのよ。バカなこと言わないで。さあ来て、私の胸に飛び込みなさい。それに前も言ったけど、私の前ではそれつけなくてもいいわよ。この顔？ええ、そのマスクね。けどこれはもう僕の一部だし、みんなの前でつけてる顔なんだ。いつもつけてる顔。
私はただ、もしサリーがつけたくなかったら、つける必要がないって知ってほしかったの。ここには、あなたと私だけだし。誰も周りにはいない。元気にしてた。ええ、元気だったわ。今は都会を出て元気になってきてる。君は都会が好きだと思ってたよ。街は好きよ。素敵でいつも面白いことが起こってる。ただ住みたくないだけよ。いつもうるさくて人がいっぱい。たまに自分のことも聞こえなくなる。わかるよ。そこに住めば住むほど自然のことを忘れてしまう。変かもしれないけど、ノックフェルのことは恋しかったわよ。この新鮮な空気、自然、夜の星空、友達と一緒に会える。アッシュ、僕たちも君が恋しかったよ。まあ今晩は星空見えなそうだけど、この嵐じゃね。そうね、雨にも降られそうだわ。アートスクールはどう？学校はちょっと休学する予定。もうほんと疲れちゃって。戻ってくるの？多分ね。まずは何かを見つけ出したいの。多分2年生の大学に行くかも。療養中にね。ああ、いいんじゃない？ラリーも2年生の大学に興味があったよ。行ってたわね。びっくりしちゃった。まさかラリーが大学に行くなんて僕も思ってなかった。また昔みたいになるかしら。学校で全員大集合ね。幸せ？何について？全部だよ、人生。わからない。難しい質問ね。最近辛かったけど、何で幸せになれるのか探してるのよ。何を追い求めればいいのかとか。他は意味がないわね。でしょ？そうだね。今は幸せよ。猿、大丈夫？ちょっと心配になってきちゃったよ。わかんない。ちょっとダメかも。なんか全部がダメな気がして。どういう意味？全然安心できないっていうか、ずっと心がここにあらずっていう感じの不快感があるんだ。バラバラになるまで空に叫びたいような感じ。そう？何がそうなの？じゃあやればいいじゃない。いや、そのいいじゃない。気分が晴れるわよ。叫んでる。トット、おかえり。やあトット。やあ、アシュリーとのデートはもう終わりかい？いや、それはデートじゃなくて、その、まあ終わったよ。そうかい、サル。どうだった？よかったよ。アシュが戻ってきて嬉しいよ。本当だね。アシュリーはいい子だよ。僕たちの研究も女性の視点から有益になりそうだね。それに、研究に新鮮な目を持つことは役に立つからね。そういえば、ラリーと話してたんだけど、あのアパートでまた変なことが起こってるみたいなんだ。今晩確認しに、トットを連れていくって言っちゃった。わかったよ。最近作っていた新しい機材を確認するいいチャンスだ。準備するのに数分待ってくれるかな？もちろん。行く準備ができたら教えて。うん。メールだ。サル、ごめんな。自分を責めんなよ。ごめんって何？何の話？もう行かないと。
変なこと言わないでよ。もう遅いんだよ。もうすぐにいなくなる。ラリー本当にやめて。面白くないよ。ねえ。ラリー？取って。電話出てよ、ラリー。お願い。嘘だろ、ラリー。ちょっと待って。マジ？自殺しちゃったってこと？確かになんか、ラリー、お化けになって出てきてたもんね。なんかいつかはいなくなるとは思ってたけど。ラリー？ラリー？おい、お前どこで行っちまったんだよ。いねえぞ。トイレじゃねえのか。やべえ。どこなの？やばい、あそこの小屋か。あ、本当にもう嵐だね。心と一緒だよ。なんか、目も。嘘だよね。嘘だよね。ラリー！何してんだよ！ラリー、なんで？と待って。猿に会うのはとても楽しみでした。最初何が変なのか気づきませんでしたけど、ウェンディゴレイクに行った時にだんだん気づきました。でもその時はただ悲しそうに見えました。おそらく薬をやめたんだと思います。キャンベルさん、猿とデートしている時には自分の身に危険や脅されているという感覚はありましたか？いいえ、ありません。そんな感じは全くありませんでした。猿は本当にいい子で、そばにいるといつも安心できました。あの晩までは。あの小屋、ツリーハウスで何を見かけたのか教えていただけませんか？湖から帰ってきてすぐだったと思います。猿が電話をくれたんです。多分1時間とかその辺でしょう。彼は明らかに震えていて、声から泣いているのが分かりました。そしてラリーは死んだと。すぐに救急車を呼ぶように言いました。もしやらないなら私がやると。それでどちらかが119番したんですか？いいえ、高校時代から警察を含むノックフェルに陰謀があるとみんなが言っていたので、信用していなかったのです。なので、
判断を誤り電話しませんでした。代わりにすぐにアパートに向かいました。私がツリーハウスにいた時には猿は様子がおかしくて、独り言を話したりうろうろしたり、明らかに混乱しているようでした。私たち二人とも。けどそんなに振る舞ってるのは今までに見たことがありませんでした。私は彼を落ち着かせようとしましたが、サリーはカルトについて、迫り来る悪魔についてブツブツ言っていました。そしてラリーはツリーハウスの中にいると教えてくれました。気を取り直すのに1分ぐらいかかりました。何が起こっていたのか分かりませんでした。ラリーが本当に死んだのかとか、サルが正気じゃないのかとか。ツリーハウスの中を見ましたが、空の酒瓶以外は何もありませんでした。サルはアルコール中毒なんでしょうか。いえ、サルはそういうものには触っていませんでした。前に酔うのが怖いと言っていました。家族でアルコール中毒者がいたので。だからサルは酔いたがりませんでした。なので本当に様子がおかしいと思いました。ラリーはどこにもいなかったし、サルは私を本当に心配し始めました。彼を落ち着かせて話そうとしましたが、聞こうとしませんでした。どうしたのか聞こうとしましたが、彼は塞ぎ込んでしまって大事になってしまったんです。大喧嘩したのはこれが初めてです。彼から距離を取らないといけなくなって、一緒にはいられませんでした。症状は悪化させたくなかったんです。私が行く前にヘンリーとリサに、サルが大変なことになってると言いました。二人はあとは自分たちが見ると言っていたので、私は必要なら電話するように言いました。あんな風にサルを置いていくなんてひどい気もしましたが、どうすればいいのかわからなかったんです。もう少しそこにいたかったんですが、いや、いるべきでした。夜中中携帯を握りしめていました。次の電話が鳴るまで。アシュリーがいなくなって10分ぐらいでトットが来ました。僕がいきなりいなくなってメールに答えないので、何かが様子がおかしいと気づいたみたいです。ギアを持ってバンでやってきました。僕はラリーがしたことをトットに伝えました。僕たちには時間が必要でした。ラリーは僕らの親友だったので、僕たち4人は家族なんです。前も言いましたが。死体には何が起こったんだい。わからない。ラリーが何か言おうとしていたんだけど、全部壊れちゃったんだ。多分何かの理由で会話ができないみたいだね。新しいギアで試してみよう。多分役に立つと思う。待って。よし。僕がギターにしたデスライドモッドである程度あっちの世界をコントロールできると思うんだ。どうやってやるの？ G ボタンでスイッチを入れて。ギターのネックに12個のシンボルをつけたの気づいたかな？音符に合わせてシンボルを押すんだ。音ゲーかな？音符のグループを選択したら JKL でグループ内の音符を弾く。試しに12音符弾いてみなよ。なんだお前。なんだこれは。あ、なんかさ、たまに出てくるなんか文字みたいなやつって音符だったんだね。わかんないけど、なんかそんな気がしない？この組み合わせみたいな。なるほどね。こうやって操作するんだね。あ、またあっちの世界か。何が起こったんだ？トット？ラリー？おーい。あれ？おばあちゃん出てきちゃったよ。あら、サリー、こんにちは。あなたは、ローズ？あなたのギターからのライトは他の世界の魔法を含んでるわ。
予言は結局当たったみたいね。何？説明してる暇はないのよ。これで奴ら止めてちょうだい。神をむさぼり食う者、奴を止めるのに最善の努力をしてるけれども、まだ耐えてるみたいなの。あれは何？現実を渡るさざ波、始まったのね。根源に届くようにバリアの呪文を破壊してあれを止めるのよ。どうやって？デスライトの力使いなさい。あのような世界の力が必要。隠されてるものを暴くためにね。私は手助けはできないのよ。まだ黒い部屋にいないといけないから。けどあなたの友達のラリーは一時的に解放してあげられるわ。彼を結びつけてるものから。ラリーがこっちの世界のあなたの目になるの。頑張ってねラリー。あ、間違えた。頑張ってねサリー。サル？あ、本当に驚いたよ。いきなりいなくなるから。激しい音がこのツリーハウスに鳴り響いて。いた、どこにいたの？ああ、多分ギターがうまくいったみたいだ。ローゼンバーグさんに会った。カルトが戻ってきたって、奴らを止めないといけないって。おお、本当にああいう悪者がいたのか。なんだここは。あれ、どうやって？ラリー、ラリー、ローゼンバーグが俺たちを助けてくれてるみたいだな。しばらくこのツリーハウスから離れられない。自爆霊になっちゃったってことか。まだ数時間しか経ってないよ。ラリーが、ラリーが、ラリーのバカ、なんでこんなことしたんだよ。なんで俺を置いてったりするんだよ。なんで。ごめんサリー、本当バカだよな。けど時間がないんだ。カルトがもう来るって言ってた。今夜止めないと。簡単にはいかない。こんなの現実じゃないでしょ。ラリーが本当に行っちゃったなんて信じられないよ。なあサル、今度こそあいつらをやっつけようぜ。サル、やつもまだ信じられねえぞ。はあ、やつは心が病みました。はい、それではね、ラリーが死んじゃって寂しかった人はいいねで教えてください。それじゃあまた次回もお楽しみに。またねー。